ボレー型原子力潜水艦は、ロシア海軍の弾道ミサイル潜水艦、第955号計画戦略任務ミサイル、潜水巡洋艦である。ボレーは、この第955号計画に付けられた、ニックネームであるが、従来の NATO コードネームに変わって、西側諸国でも本型を指す名称として用いられている。一番艦の名を取って、ユーリー・ドルゴールキー級と呼ばれるケースは、 極めて少ない。一方、同じ第4世代原船である第885号計画、ヤーセン型潜水艦は、一番艦の名を取って、セベロドビンスク級と呼ばれることがある。ボレー型は、ロシアの第4世代の新型戦略原戦で、従来の戦略原戦の2から3倍の能力を持つと、言われている。設計は台風型ではなくデルタ方型のものを、受け継いでいるが、 潜水艦発射弾道ミサイルの小型化により、デルタ型の特徴であった一段高くなったミサイル搭載区画はかなり低くなっており、攻撃源線とさほど変わらなくなっている。セールは、ヤーセン型などに見られる流線型のものではなく従来、通りの長方形だが、逆台形の傾斜がかけられてよりステルス性が考慮されている。一番艦の浸水式では、 艦尾は白い布で覆われていたが、その形状から、シュラウドリング付きポンプジェット推進方式を採用していると見られる。搭載弾道ミサイルは、667バイト DRM の16機から12機への減少も検討されたが、結局16機に落ち着いた。なお、建造中の2番艦と3番艦は 955A 型として艦隊を延長し、 3M14 ブラバーを20機搭載する計画もあったが、後に3番艦と4番艦を艦隊延長型として建造する計画とも、艦隊延長は4番艦以降の零9 5 5 2型に施すとも言われていた。最終的に4番艦以降が 955A 型となり、SLBM の搭載数は16発のままの予定であるが、セール前方に清流版が追加されているなど艦隊が、 より抵抗の少ない形状となっている。浸水後の一番艦はアーチ状屋根付きの浮きドックで最終偽装が行われており人工衛星でも詳しく見ることができないようになっているため詳細な仕様は不明な点が多い。ボレー型とヤーセン型は部品を共有しているとの説もあり、一番艦には建造中だった。 アクラ型原子力潜水艦 K133K137 や、オスカー型原子力潜水艦 K135K160 の艦隊が流用されている。ソナーは、ヤーセン型と同じ最新鋭の複合水中音響システムである、MGK-600 イルティッシュアンフォラを搭載する。MGK-600 は、監視ソナーアンフォラと、情報処理装置イルティシュを中心に、 敵味方識別装置、アクティブ、パッシブソナーなどの各種探知機を組み合わせた複合体でデジタル情報処理技術を大幅に取り入れている。MGK-600 はアメリカ海軍のバージニア級原子力潜水艦のソナーシステムよりも高性能だと期待されている。一方で製作するオケアンプリボルシャは2006年にウラジミール・プーチン支持のもとに設立された。 新興企業だが、首脳部に、ソ連時代からの水中音響の権威がいるため、冷戦時代以来のアクティブ重視、パッシブ軽視の風潮が未だに濃く、しかも、ロシア国防省が2006年と2007年に、国産ソナーと欧米製ソナーの比較試験を支持しても、ロシア海軍総司令部が二度とも断るなど、政治的問題が大きく関わっている。2009年7月2日に、 ドミートリー・メドベージェフ大統領がユーリー・ドルゴルーキーを視察した際には同行したビソツキー海軍総司令官が音響促進機の問題を進言しメドベージェフ大統領が改善しなければ外国製を買うとオケアンプリボルに伝えると発言するなどその問題は深刻となりつつある建造当初は R-39 の後継として マケ系付記念設計局が1986年に開発を開始した D-19 アトス、R-39 アトス、バルク潜水艦発射弾道ミサイルを12機搭載する予定だった。バルクは R-39 と同様に固体燃料、ロケットエンジンを使用し、北極海の氷を突き破って水中発射することが可能で、 高軌道と低軌道を選択することができた。しかしバルクは3回連続で死者に失敗し、予算不足も相まって開発は中止。急遽、1998年に就任した黒土 F 海軍総司令官の指示で SS-27 トーポリエム大陸艦、弾道弾の関西型 3M14、ブラバーを開発して搭載することとなった。 そのためバルクの搭載を前提に設計され、すでに建造に着手されていたボレー級は再設計する必要が生じた上、試験のために台風型原船、ドミトリー・ドンスコイを試験艦に改装するなど、ただでさえ予算不足のロシア海軍の財政をさらに圧迫した。しかも開発を担当したモスクワ熱工学研究所は、 潜水艦搭載弾道ミサイルの開発経験がなく、その前途は多難なものが予想できた。新たに搭載される 3M14 ブラバーは、2004年5月24日に、固体燃料エンジンが試験中に爆発する事故に、見舞われながらも、ドミトリー・ドンスコイを改造した941、ウム型潜水艦で試験が行われ、2005年9月17日、ようやく発射実験に成功。 バレンツ海から発射されたミサイルはカムチャツカ半島沖に着弾した。これによってブラバーの実用化にも目処がつき、本型の最大の懸案事項であった搭載ミサイルの実用化の問題は解決され、一時は西側観測筋から建造中止の可能性が囁かれていた本型の収益も現実味を帯びてきた。ところが、その後行われた9回の発射試験は、 9回中4回のみ、成功し、しかも成功した4回も2回は、マーブの分離機構が故障したままであった。ドミトリー・ドンスコイに詳しい海軍将校によると、出航後の座礁や、発射機の突然の故障、整備不良、人的ミスによって、発射未遂に至ったケースがさらに十数回あるという。2007年11月の7回目の実験の際に、モスクワ熱工学研究所は、 少なくとも10から14回の発射試験が必要と報告している。2008年12月23日の試験で5回目の失敗を期した 3M14 ブラバーは開発中断に追い込まれたが、2011年夏に2回目の試験成功を収めた。その後、ユーリー・ドルゴルーキーで行われた死者も2回連続で成功し、ようやく実用化の目処がついたと思われた。しかし、 2013年9月の発射試験が失敗に終わったことから、ロシア海軍は製造されたブラバーを製造元のクラスのヤルスク機械工場にすべて変装して精密検査を行った。一時は2014年内に5回も発射試験が必要だとされていたが、検査の結果多数の試験は不要と判断され、2014年6月2日、 ボリソフ装備企画担当国防次官は9月と11月の2回に3番艦、ウラジーミル・モノマーフから発射試験を行うと発表した。2009年7月2日、セベロドビンスクで公試み中のユーリー・ドルゴルーキーを視察するドミートリー・メドベジェフ大統領。建造計画は、 ソ連時代の1982年に始まり、1985年11月には、ルビーン中央設計局で、3M91、バルクミサイルと DE-31 発射機を12機装備する955型と、新型ミサイルと DE-35 発射機を12機装備する935型の設計が始まった。1990年には、 マケ系フ記念設計局が設計した DE-35 発射機が不採用になり、955型に設計が絞られ、14隻の建造計画が立てられたが、ソビエト連邦の崩壊により計画は一旦中断した。ロシア国防省は、同警官を2020年までに8隻調達することを計画しており、 北方艦隊と太平洋艦隊に各4隻が配備される予定である。だが、2015年7月2日に行われた、チルコフ海軍総司令官の記者会見では、国際情勢の変化によっては8隻以上の建造もあり得るという発言が出ており、2016年12月23日には、ビクトルブルスーク海軍副司令官が8番艦、クニャージ・ボジャールスキーで、 本級の調達を終えると述べた。改良型として、静粛性の向上を図った955バイト型の設計が行われており、2017年末に設計は完了した。しかし経済性に問題があり、設計のやり直しが報じられた上、2018年5月21日には、タス通信は、軍備計画、2027年までの国家、装備プログラムで、 ボレー B 型は調達されず、955A 型6隻の追加建造が予定されていると報じた。調達が完了する2020年以降には、発展型の開発が行われる予定であり、2017年11月7日には、ゲラシモフ参謀総長が 955A 型の性能を改善した新型戦略原線の開発が計画中であると明らかにした。 955型及び 955A 型の建造はすべてセベロドビンスクのセブマシュで行われている。一番館は1995年8月19日に官邸リストに入籍し、サンクトペテルブルクと命名されたが、1996年5月1日にユーリー・ドルゴルーキーに改名された。その後、予算不足による建造中断などのウィオ曲折を経て、 2007年4月15日、ロシア北部にあるセブマシュで浸水した。浸水の予定は3月18日、インテルファクス通信にセブマシュ関係者から伝えられており、浸水記念式典の模様はメディアでも報道された。浸水記念式典でユーリー・ドルゴルーキーが初公開されたが、その姿はそれまでの予想とは全く違う形であった。ソ連崩壊に伴い、 造船所の技師や熟練校が流出した上、ウクライナから供給されていた特殊鋼や設備が、独立ウクライナから供給を断られ、さらに予算不足。しかも一番艦は設計変更まであったため、機構から浸水20年もかかっており、設計変更後の二番艦でさえ、気候から浸水に6年を費やしている。 2009年6月から会場公務が始まり、障子関係で重大なトラブルがあるなどいくつかの問題点が指摘されたが、10月上旬にはトラブルが解決されて終了した。当初、2009年末から2010年初頭に引き渡される予定だったが、3M14 ブラバーの開発が不調であるため、2010年内に延期された。2012年になって、 3M14 ブラバーの配備に目処がつき、年内に艦隊と共に海軍へ引き渡される予定であったが、急激なインフレで一番艦の建造費だけで230億ルーブルに達し、政府が海軍に融資した200億ルーブルを超過しており、さらに造船所が自己資金で建造した費用1800億ルーブルの追加融資も要求してきたため、引き渡しがいつになるかは、 不透明なままであった。一番艦と二番艦は、北方艦隊八海海軍基地第339、特別建造、修理厳戦旅団で、完熟訓練と試行を行っていたが、前者は北洋艦隊所属の乗員で、後者は太平洋艦隊所属の乗員で運用していた。2012年4月19日、アレキサンドルスホルコフ第一国防次官は、 一番艦が6月半ばに、二番艦が8月に収益する見通しであると発表した。最終的に2013年1月10日、北方艦隊の第31潜水艦士団に収益した。ユーリー・ドルゴルーキーは、完熟訓練を実施中で、実際のパトロール航海を始めるのは2014年中になる予定とされた。二番艦。 アレクサンドル・ネフスキーは2004年3月19日の海軍潜水艦隊記念日に寄港され、2013年12月21日に太平洋艦隊に就役した。3番艦、ウラジーミル・モノバーフは2006年3月19日に海軍潜水艦隊創設100周年記念式典の一艦として寄港された。2012年4月に主要偽装が完了したと、 発表され、2番艦、3番艦は、太平洋艦隊に収益し、カムチャツカ半島のビジチンスクにあるルイバチ港に配備される予定とされた。ロシア国防省は2020年12月12日、同艦がオホーツク海からブラバ4機の発射試験を行い、アルハンゲリスク州の軍事演習場に着弾させたと発表した。改良艦となる4番艦、クニャージ。 ウラジミールの寄港式は2009年7月24日の海軍記念日に行われる予定であったが、野戦型原戦、火山が寄港されたのみであった。しかし、一部艦隊ブロックの建造は始まっており、文書上のみ、未寄港扱いのままとなっていた。延期されていた4番艦の寄港式は2012年7月30日に行われた。造船所によると、 従来ロシアで建造される潜水艦の搭載品は旧ソ連内の各国から調達していたが、本艦ではロシア国内の企業がロシア国内で製造した純国産品のみ搭載するとのことである。五番艦の艦名はナポレオン戦争の英雄であるアレクサンドルスボーロフの名が報じられていたが、二0十四年五月二十九日にキエフ大公国の祖であるオレグ港こと、 クニャージ・オレグに変更されると発表された。この変更には2014年クリミア危機に対するウクライナ政府の対応を牽制する意図があるとされている。クニャージ・オレグは2014年7月19日に寄稿された。ありがとうございます。